本当に庵野秀明氏は、エヴァンゲリオンの作者なのか？ここ、で、疑問が出る。土台は多分、作者が考えたものじゃなかった。それ、を使えなくなった結果として、その後がある。なぜか、エヴァンゲリオンは自分の作品である、それを主張する、その必要があったからだ。土台がなければ成り立たないなら、本当の作者は誰か。状況が想定通りなら、エヴァンゲリオンは、作者、が移動しないと、このまま消える。良くも悪くも、庵野秀明氏は支えられないから、だ。その後、を書くには土台と、追加の後付け設定が必要。それ、はなぜか二つとも、ここ、にある。一応、想定では、ここ、なら続けられる。従来のネタも、廃材アート、それ的に、結構綺麗にまとめることが可能。どっちを選ぶか？だ。コンテンツが大事か、その人が大事か。